皆さん、ポコニャチは。いやー、前回のタイムアタックもかなり盛り上がったよね。ま、私たちの実況あってこそだけどね。お前はただ黙々とプレイするだけだからな。いや、それでもかなり神経使うんだからね。たく。今日はまったりとダブルスイカを。まったりねー。あんまり期待はしてないが頑張れ。そろそろダブルスイカの常連になりたい。さて、作戦はいつもと同じだよ。左から背の順にしつつ中央パイント。さあ、こんな感じに。あ、ペコポン発火で桃にするのね。いやー、しまった、雪崩が起きて。ポン桃の左にフルーツが流れちまったじゃねえか。あー、ここから中央パインに持っていくの面倒なのよね。まあ一応できないことはないからこのまま続けるよ。パイナップルができた時の形を予想しながら置いていかなきゃね。ちょっと右下の小物が厄介そうだが。いや、これってメソッド用のフルーツとして置いとけばいいんじゃない？ま、中央パインの後に大きくしていくのもありだしね。今後の流れ次第ってことか。左右のどっちで発火するかってことね。うん、早く助けないと。ちょっと盤面が悪いからな。よし、右で発火しようか。まだちっちゃいフルーツばっかりだから頑張って成長させなきゃね。んだが今のままだと左が圧迫して入んねえな。多分ギリギリかきぐらいまでなら入るかな。よし、ここで時差置きしてデコポンにしよう。よし、ナイスなんだぜ。で、ネクストのデコポンを入れてかきにすればほぼ中央パインだね。オッケーオッケー。デコポンはそのままにしてメソッドの仕込み用にしてもよかったんじゃ。まあ確かにそれもありだったね。ここでカキラッシュはきついな。早く下のフルーツを大きくしないと大変なことに。まあそう焦んなって。ここで発火すると多分上のカキとくっついちゃうかな。左のブドウとくっつけようか。で、下のブドウが入り込んじゃったわよ。でも今なら右にブドウを入れるチャンス。おお、若干弾いたおかげで下とくっつけられたか。ま、これで右角スイカにせざるを得なくなったわけだけど。というかこれ若干パインが浮いてるが大丈夫なのか。いや絶対ダメ。このまま右下を桃にしたら完全なるガビーになっちゃうよ。威圧が強いわね。となるとどうすればいいんだ。右を桃にする前に左を桃にすればメロンを作れるよ。なるほどな。ってことはあんまり右を成長させちゃダメってことね。あ、ちょっと待って、その柿右に流れるの。ああ、なんだこれは。最悪な流れじゃないの。いや、そこでブドウが入り込むのは非常にまずい。これって助けられるのか。多分メロンになったら右のスペースが広がるからなんとか。下のブドウがちゃんと左に流れてくれるといいけど。確かに若干怪しいかも。さあ、この柿で発火だな。頼む、左に流れてくれ。ほい。これは、絶妙に中途半端な位置。どっちかっていうと悪い気が。右から無理やり圧をかけて押すしかない。でもどうやって、下のリンゴを桃にしたら右に流れてきそうな。かといってリンゴを残して右下を桃にすると入らなくなりそうだし。ま、ブドウは諦めて中に入れちまうかだな。トリプルメロンになりそうな未来が。が良ければくっつくからさ。とりあえずゴミを下に落とさないように慎重に。このまま発火すると大量に流れてきそうだな。あ、でもこのタイミングで右を桃にすれば大丈夫かも。ま、当然くっつかないと。でもこのチェリーで全部まとまる。おお、綺麗になったな。でも、このデコポンは入らないわよね。メソッドは諦めるか。さあ、ここから一気にカットするよ。スイカまであとちょっと。あ、これだったらスイカが作れそうね。だが発火した後の下のブドウの行方って、左下に流れることを願う。だいぶ怪しい気もするが。よし、次の柿でスイカができる。さあ、どうだ。やっぱり右に流れちゃったか。ほら、思った通り角ぶどうで頑張るしかねえか。一応角ぶどうでもダブルスイカはできるのよね。まあ一応左下をきれいにまとめられたらあれを狙ってみるよ。この時点でだいぶ怪しいんだが。いや、まだ大丈夫そう。また少しカットするよ。さあ、きれいにまとまり、こんな感じに。確かにきれいね。ゴミは下のチェリーだけだね。このまま何事もなければあれができそう。さっきから言ってるあれって。わかったわ、下メロンでしょ。ああ、確かにそれなら右下のブドウは関係なくなるもんな。ま、確かにそれもそれでありだね。いや、違うんかい。だったら何を狙ってるのよ。あ、そうか、垂直型。そうよ、それに違いないわ。垂直型はできる気がしません。これも違うんかい。イチゴが下に入ったのはまずい。この柿で綺麗にまとまってくれるといいんだけど。で、本当に綺麗に。おお、これはすげえ美しすぎるだろ。あはは、さすがにここまでうまくいくとは思わなかったよ。いや、やるじゃねえか。このままパイナップルまで作れるかしら。そろそろあれのために右上の梨をどうにかしないとね。出たわね、あれ。梨があるとそのあれはできないのか。多分厳しいんじゃないかな。でも、スイカが壁にくっついてないから左に流せないんじゃ。だから下の桃をパイナップルにしてからかな。あの状況からよくここまで成長できたな。だいぶ運が良かったよ。さあ、あと柿が来ればパイナップルができるね。パイナップルになればスイカが壁にくっついて梨を左に流せるのね。うまいことブドウに乗り上げるはず。さあ、頼むぞ。まだ壁にくっついてないじゃない。これだと流せないよな。いや、まだ手はある。右上のデコポンを残して桃に進化すれば、柿が右上とくっついてくれたら。
ついた。で、ああ、物が左に流れてきたわ。オッケー、計算通り。これがお前のやりたいことか。もうちょっとしたらわかるよ。ちなみにこのチェリーもかなり大事。なんならイチゴにしちゃっても大丈夫だね。あ、柿に連ね。オッケー、最高のタイミングで発火できる。ここで右に圧をかければ、量を締めろの完成だね。うん。で、このまましばらく待ちます。あ、若干だがスイカが左に移動してるな。あー、さっきのデコポンとブドウがあるから。そう、さらに右を圧迫させてスイカを左壁にくっつけるよ。え、このまま行くと垂直型になるけど、確かにめちゃくちゃ綺麗な垂直型だな。よし、ネクストのチェリーで流すか。え、流すって、このメロンさ。いやー、そういうこと？もしかしてコートチェンジって言われてるやつ。そう、これで。左角スイカの完成さ。これは初めて見た。すごい。こんなにぐるっと入れ替わるものなのね。だからさっきのなしだときつかったのか。そう、小物で体重をかけてスイカを左に移動させたかったんだよ。ちなみにあのチェリーは、うん、落としたかったけど多分無理そうだね。ま、そこにチェリーがあっても特に影響ないもんな。このままスルーするよ。でも、若干スイカが壁から離れちゃってるけど。あ、メロンの上にフルーツで体重をかければ戻るから心配ないよ。ほら、ちゃんと戻ったでしょ。なるほどね。これは通常型で行く感じだな。メロンウェパインはリスクが高いからね。今あんた失敗したでしょ。デコポンまで成長できたからオケオケ。綺麗にパイナップルまで成長できるといいが、変なツモじゃなければ多分大丈夫。よし、この L 字型は強いから大丈夫そうだね。あとはうまいことどっちもなしにできるかね。どっちを先になしにするんだ。順番はどっちでもいいけど僕は上からが好きかな。次の柿で上をなしにしよう。そんなにぶっ飛んじゃうの？あら、チェリーで全部まとまるはずだったのにね。ま、ここで柿が来てくれたからオッケー。よし、これでパイナップルだな。あ、デコ仕込みってのはやるの？んー、まあ今回はいいかな。ここから頑張って浮き桃を作らなきゃね。ここが一番難しいのよね。桃にするのはいいが右に流さなきゃだもんな。押し込む用のフルーツも仕込んどいた方がいいね。ちなみに浮き桃用のフルーツは梨を作った後考えればいいよ。まずはこんな感じで順番に。お、めちゃくちゃツモがいいね。これならそのままブドウを置くだけでオッケー。問題はどこで発火するかね。できればリンゴと梨の間に柿を仕込みたい。なるほど、そこで発火すればうまいこと桃を右に押してくれると。くっ、でも怖いからもう発火した方がいいかも。でおい、これだと桃を押せなくね。次のフルーツに期待。あ、柿だったわね。そんなにポンポン下に流して大丈夫か。イチゴとブドウまでならギリギリ大丈夫。よし、これでなんとか右に流せるね。あとは早いとこ梨を作れるかだな。うん、ここでデコポンってことは柿が来るとまずいわね。じゃあ、その柿が来ちゃったんだけど。うわぁ、これゲームオーバーじゃん。コートチェンジが決まったのにもったいねえ。ここで無理やりくっついたらいいんだけど。上から圧をかければくっつくんじゃね。じゃあ、ここに来てダメ押しの柿。上の柿をリンゴにするしかないわね。あ、ブドウが落ちたらそれを進化させて。で、ここでイチゴに連をつけたんだけど。これで全部くっつけば梨になるわね。いやー、でもちょっときつそうな。あ、でもこの感じ。うわぁ、マジでくっついた。じゃあ、これはマジである。しかもこのイチゴでシフトできるから柿を右に。オッケーオッケー。さらにここで柿を引くっていう分離柿ができるじゃねえか。あれ、でも奈落のイチゴとブドウのせいで若干梨が浮いて。今度は右の柿をリンゴにしたらアウトじゃね。確かに、でも左からリンゴにすれば問題ないよね。じゃあ、ここで柿に連を引くとか。じゃあ、ダブルスイカの出来上がり。ただ運が良かっただけじゃねえか。ブドウとイチゴは危ない。これはメモしておかなきゃだね。間違った情報を言っちゃダメだからね。気をつけます。さあ2周目なんだけど、こうなってしまいました。いや、汚すぎ。たく、本当にプレッシャーに弱いわね。2連続ダブルスイカはまだまだ遠そうだな。精進します。